田中英語をやんなら武田塾 English コメント返し会武田塾 English では毎月1回ですねコメント返しを行っておりますので私たちに質問がある方はぜひコメント欄の方に残していってください。あと生配信でねリアルタイムで質問に答えていくという回も月に1回やっておりますので、はい、チャンネル登録していない方は忘れずにチャンネル登録と隣の通知ボタンのクリックもお願いします、はい、そして今回はご覧の通り一ノ瀬先生にもお越しいただいております。準レギュラーですね、はい、よろしくお願いします英検1級で満点トフルも満点あと国連英検特 A 級も外務大臣賞受賞されてましてたくさんすごい資格を持っていて、うん、めちゃくちゃ英語に詳しい方なのであと概要欄の方にリンクも貼っておきますのでありがとうございますぜひ一ノ瀬先生のチャンネルも見に行ってみてください。それでは答えていこうと思います。じゃあ最初のコメントなんですけれども帰国子女で11歳の娘が1級を受験しているのですが、まあ、英検1級ですね、うん、参考書が全て漢字が多すぎて読めない全部の参考書が漢字だらけで読めないよと落ち込んでいます、うん、漢字なしの参考書はありますか？ないわないわそんなあるわけないありません英検1級大人向けに書かれてますからね、うん、本は全てひらがなで書いたら文字数すごいし読みづらいしスペースつけなきゃいけないですからねひらがなだとそうですね幼稚園とか小学校の絵本みたいな感じで、うん、漢字があるからスペースなしで成立する言語なので、うんうん、しかも漢字なしにしたところで分かるのかっていう問題もありますよね、まあ結構日本語として難しいものとかも使われてるじゃないですか、うんうん、だからそれをひらがなで分かるのかって問題もまた別にありますよね。そうですね。なのでしっかりとまずは日本語の力もね、うん、伸ばしていっていただくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。早い年で別に英検1級取ることが全てじゃないと思うんで、うん、ちゃんとね日本語も使えないといけないですから日本語難しいんでちゃんと現代文やってくださいという感じかなと思いますね、うんうんうん、ちなみに帰国子女で11歳で受けるってことはもう多分ほとんどずっと海外に暮らしてたってことだと思うんですけど、うん、そうするとやっぱ解説は英語の方が分かりやすかったりするんですかね、うん、その場合は例えばなんかそれこそ AI とか使って、うん、チャット GPT に英文入れてこれってどういう意味ですか簡単な英語で説明してくださいってやればもしかしたら解決するものもあるかもしれません、うん、あ確かにそうですね、はい、単語の意味とかも AA 辞典引いてとかはいかもしれないですね、うん、英検って日本人向けですからね日本語で全部ひらがなはないでしょうね、うん、さっき話していただいたような対策方法を使って進めるか普通に現代文頑張るかかなと思います。現代文ではないです漢字を読めるように日本語です、はいはい、じゃあ次の質問です。現在 TOEIC 615点取得目標730点へ向けて勉強中ですが次のフレーズは丸々一冊完璧に覚えた方がいいですか、はい、それとも860点以降の英単語は覚える必要はありませんか教えてください。後者の方でいいと思いますね、うんはい、一番最後まで覚える必要はないと思います、ねうん、かなりレベルの高いものまで載ってますんでそれだったらその860万円のを完璧にした方がいいと思います。じゃあ次の質問です。英検1級受験者です。リスニングの話ですね。これは大体は聞き取れても書いてある選択肢の素早い読み取りが苦手です。10秒で4つの選択肢を読むのが難しいです。これはリーディングの分野だと思うのですが良い対策方法はありますか。なるほど。選択肢が読み切れない先読みできないとかそういう問題ですね、うん、これはどうですかね。これは僕もそうですね、すごくきついです、うん、そう10秒以内に全部読むっていうのは難しいんでとりあえずキーワードになりそうなワードだけにちょっと丸しといて、うん、そして、まあ、音声が始まったらそのキーワードに触れたらそこを改めてちゃんと読むっていう方法でやってるんですけど、これで正直失敗することもあるんで絶対これが正しいとは限らないんですけどこれがまあ私のやり方ですかね、うん、僕はこう聞きながら読んだりもしちゃいますね。あ聞いて理解しながらでも読んで理解することがなんかできちゃうっていう高度なテクニックですねそうすると全部読めるんですよね、うんはい、ただその分意識はやっぱり音から若干離れてしまうので、うんうん、がっつり読むっていう風にやっちゃうと内容理解がおろそかになってしまうので脳みそ的にはもう9割聞いてるんだけど残りの1割でちょっとだけ読むみたいな感じでカバーしてます。なるほど、はい、ちなみにパート2ってあれですよね問題2つあるんですけど、はいはい、全部一気に先読みしますか。先読みでもできてると思いますね。はい、あれ僕結構きつくて2問目の選択肢ちょっと確認してる間に音声が始まって、うん、で最初のでもそのイントロみたいな一文って重要な情報入ってないんで、うん、それちょっと無視しながら先読み続けるっていうケースありますね、うんうん、あでも僕も多分そうです、ねはい、そういった意味では多分全部は読めてないのかな、うんうん、と思います。もう一つはどうですか。僕もだからTOEICでもどっちでもできるんで先読みして聞くっていうのもありますしさっき石さんが言ったように聞きながら先読みというか読みながらもできるので、うん、例えばTOEICだとオンライン版のやつって先読みの時間ないんで、うんうんうん、そのままもう流れてくるん でその時も別に先読みしてなくてもこの聞きながら解いていっちゃうんで、うん、そういうマルチタスクは得意ですね、うん、あとたまにこれ絶対正解だなってなる時ってないですか。選択肢見て、はい、予想はつきますけどねこっちの方向に
行くんだろうなっていうの、うん、選択肢の内容がかなり異なってる場合は大体わかります。なんかそういうのがたまにあって、その時は本当はダメだと思うんですけど、ちゃんと最後まで聞いて確認した方がいいんですけど、はい、ここから関係ないなと思ったら聞かないでその次の選択肢読み進めちゃうみたいなのも結構あって、あります、ね、割と緩急つけながら読んでるとなんだかんだ大体読めるなみたいなイメージがありますね。次の質問です。ほぼ知識ゼロの状態から英語をやり直し、単語帳はキクタンエントリーとベーシック、文法はミスターエビンは完璧になりました。英語学習の最終目標としてはトフル IBT100 点以上プラス海外への移住です。すごい目標ですね。その中間目標として英検11級を取得したいと考えております。自分は次の単語帳としてはディスティンクション2000を考えているのですが、レベル感的に接続は可能でしょうか。また高校レベルの英文法を学びたいのですが、今後英検、トフル、日常会話とつなげていくために大岩だけでは足りないように感じるので、成川先生のインプットアウトプットをやろうかと思っているんですが、これはオーバーワークでしょうか。長い質問ですね。何かおすすめの参考書があれば教えていただけると幸いですということですね。なるほど。現状のレベルが、現状が結局点数は書いてなくて、キクタンエントリーとベーシック、文法がミスターエビン完璧になりましたと書いてますね、うん、ミスターエビンも多分いろんななんかレベルのものが出てると思うんですよね。中学英文法終了解きまくり問題集とか、中学英文法終了するレベル、まあ、中学系のが多いのかな。あれですよね、おすすめとかっていうよりまず英検受けてみればっていう感じだと思いますけどねどのレベルにいけるのかがこれだとわからないですね、うん、確かに確かに2級合格できるのか、うん、2級も難しいのかによって結構変わってきますね、うん、そうですね、現状のレベルがこれだとわからないっていう感じだと思いますね、うん、はい、なので2級をまずは受けてみて過去問解く感じでもいいかもしれないですね、うん、合格できたよっていうことであれば準1級次にちょっと過去問解いてみて、で足りないところを埋めていくみたいな勉強法を進めていくのがいいかもしれないですね、うん、ちなみに今ディスティンクション2000に関しては高校レベルの英単語になってくるので、うん、キクタンベーシックが終わっていれば一応接続としては入っていただく分には問題ないかなと思うんですけど、まあ、ちゃんと覚えられてるかっていうところもね、うん、あるので、ちゃんと1回英検2級とか受けてみるのが良さそうですね。もしかしたら全然準2級レベルかもしれないですね。あ、その可能性も全然あると思いますね、うんうん、準2と2級も全然違いますからね、うん、はい、という感じですかね。はい、こんな感じで一ノ瀬先生にも今回は英検1級の話で加わっていただきまして、はい、ありがとうございます。一ノ瀬先生のチャンネルも貼ってあります。お願いします。ケビンズイングリッシュチャンネルでしたっけどんだけネタあるんですかぜひケビンズイングリッシュルームもご覧ください、はい、イングリッシュルームだった、はい、イングリッシュチャンネルケビンさんたちもね、ゲスト出演お待ちしております